ギとファンタか。アマキブルンブルンって名前にしたけど。プルル頑張れ。頑張ります。やりましょう。ハイテンシス、ハイテンシス、やりましょう。このハイテンシス。はいっす。はいっす。ありがとうございます。いやいダルシムに囲まれてる。おいお前もダルシム使わないか。お前もダルシムにしてやろう。ブランカなんてやめとけよ。今日プッサンの真似しなきゃいけないのか。あ、そうだよ。はい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 。それぞれそれ教えてくれね。ピングーみたいな。キャッ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 。うまいかこれピングーだろ。いやなんかイントナーションとか似てる。ええ神じゃん。ほら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 。結構さ特徴を唱えてる。全然苦しい。まあでもさ、え他二人誰だっけカルビ？シンジとプルだっけ？あじゃあ剣とパンタか。剣。誰だよお前。絶対ツルツルしてんじゃん。こんなツルツルしてたっけ。これ来てないかも。あ、今送ります。はい、了解です。送ったっす。あざます。コンコンアリアに熱メッセージ送るかな。いや、これでも誰が来たか分かんなかった。あ、待って、アリケンも送るわ。はいよ。ごめん、アリケン分かんなかったわ。あ、お前いや、でもさすがにやべえやつ入ってきたと思われるからやめた。あー、そうあ、やめた。うん、やめた。アマキブルンブルンって名前にしたけど。マジでやばいやつ。うん、そう、なんかちょっとごめん、踏みとどまったわ。これ俺か。全然いけてたね。ちょっと待って、いけプリケモダンだよね、俺これ。プルルのモノマネだから。おー、わかりました。いや、本当にうまい。行ってきます。プルル、結構プルルなんだよ。結構ね、本当に特徴つかんだよね。プッサンっぽくプレイするか。声もプッサンにしてやって。ちゃんとね、うん、喋れるの全部。そんな喋らんだろ、戦ってる間。絶対そうね。しかもなんかスキンもちょっとプルルっぽい。あれこれプルルだよね、プルルのスキン。これじゃないっけ。え、なんかちょっと、もうちょっとピンクじゃない？あれなんか紫だと思う、これ。あ、そっか、もうちょいピンクか。モーマルの色、ピンク黒みたいな。モーマルのこのパジャマ。確かに。ちょっとアリケン要素も出してきてるのか。うん、ちょっと自我が出てる。うん。あ、いいね。え、プルルっぽいよ。うおぉ。わお。え？ガイルの髪型マジか。初めて見たんだけど、この髪型のガイルを。まあでもさ、携帯とか載せてたら忘れることないよな、ここに。何言ってんの？どういうこと？じゃあガイルの頭に。あ、ガイルの頭に。この後まで体洗いたくね。あー、気持ちよさそう。ね、だよね。ほぼスポンジなもん。これで顔洗いたいわ。あ、いいね。こんな感じなんだ。うまいな、押してるんだ、そこ。あ、偉っ。うん、いいぞ。プッサンなら。おえー、確かにプッサンなら。うん、へえ。プルルと戦ってるもんな、プルルは。白い時な、白い時な、そうやるんだよな。うん、お、でかっ。相手ゲージないよ、さすがに。いいねー。あ、当たった。これヒットしてる。おお、減らないんだな。ね。そりゃ。おお、いいね。うまい。うまいな、和代さんも。ね、うまい。うん。ゴチうまいね。すごいだな。うん、ただスキンだけなんでこれなんか気になる。よ。え、でも色可愛くない？色はね。売ってくるね。色は可愛いけどガイルの頭と合ってないよな。確かに。え、なんかもう金髪のさ、あのドンピシャが使ってたガイルのイメージしかないんだよな。 かっこいいやつね。そう、アキさんとかもあの感じだから。アレンジコスチュームね。そう、ワイ、これはなんかこの季節の変わり目にタンクトップはな。おいしい。寒いな。確かにな。うん、寒そうだよな、この時期にこれはな。いいね、カズヨさんだいぶ気合い入ってんな、これは。気合い、あ、タンクトップはさすがに気合い入ってるか。ガイルが気合いの表れなの。いいぞー。あ、いい。カズーよ、勢いいいな。ねえ、じゃあやばいじゃん。ね。
けど。いやマジやばい。うわ試せんだな。おいしい。おいしい。いいぞいいぞ。プルル頑張れ。いいね。頑張ります。もう思い出したからよ。マジで。マジで。マジで。頑張ってるからアリケンは。マジでプルルと話してるみてえだ。今のが一番似てたよな。でも。頑張ります。イントネーション完璧なんだっけね。さすが。あ、おいしい。やりましょう、アンジャッシュ、アンジャッシュ、やりましょう、このアンジャッシュ。なんて言ったの、ね、イントだと思うんだよな。これは本当にわからん。ね、これ、プルルが普段なんて言ってるか分かってないってことだもんな。いや、そうだよな。うん、この言い方はな。確かに。アリキング聞き取れてないな、これ聞き取れてない。これだいぶプッサンっぽく戦ってるよ、俺マジ。あ、そうなんだ。カズルちゃん1500ピッタだ。もう使ってくる。あ、全部使った。おお、美味しい、ね。これは攻め手がないな、これ。なんだろう、中間距離になったらラッシュしたら絶対サボス打ってきてるから、開幕ぐらいでラッシュコパンとかラッシュ投げとかで誘えば多分漏れるね。いいよ、データ、データ取ってって、データ。データキャラ来た。ラッシュの後でも様子見ないね、全然。そう。多分決めつけで打ってるから。そうっすね。ラッシュ投げして OD のサマスが届かない距離だったら多分釣れると思う。中間でラッシュ止めようとしてんな。わかった。本当に、いやもう完璧に理解した。本当かなね。うん、完全になんか中盤でなんかね。いつあったかな今中盤。プッサンなら？プッサンできるこれ。プッサンできるこれ。ね、これマジこういうのやってくるプッサンは。なるほど、ね。見てから系めっちゃうまいっすね。おお。あ、対空しな。対空絶対出てるまである。うん、絶対やられる。うん、今のところラッシュ、ラッシュは全部重ねてるから起き上がりの無敵技はかなり有効かもな。まあ、うまい。おー、いいね。プルルさんのためにね、たくさんデータ取っときたい。うまいよ。そうだね、うまい。おー、うまい。うわー、いいね。あ、今のプッサンだったら昇竜出たのか。昇竜やったぶんやってましたね、うん、多分出る。なるほど。だいぶプッサンだったぞ俺今。あ、かなりプッサンだったね。でしょ？全部これ、うんうん、あ、みんなが納得するぐらいプッサンなんだ。今めっちゃプッサンだぜ俺今。え、でもプッサンの方が反応まだ早い。もっと。